ようこそリーダーの挑戦へ。この番組では僕が最も尊敬するリーダーの方をゲストとしてお迎えし、5つのキーワードからその方の人生哲学に迫っていきたいと考えています。今回のゲストは株式会社ビジョンケア代表取締役社長の高橋正代さんです。高橋さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。医療でいうと医療人は常に偽善者じゃないといけないと思ってるんですけど、もう徹底的に偽善であるべきとかね、そういうのを割と意識的にやってるような気がします。外来がやっぱ大きいんです。外来で患者さんに会うと、で難病の患者さんに毎週会うっていうのは、もうそれはやっぱり何とかしたいっていうモチベーションに戻れるんです。なるほど、はい、で汚い心は全部捨てると。あ、なるほど。浄化していく。官であったりとか行政、地方行政であったりとか、どうやってそういった方々との関係性を作りながらうまく実行できたんでしょうかね。まずはそのだから何が目的かっていうのが、患者さんですって言ったら反対する人はそんなにいない、まあ、そうです。明確なビジョンですね。いい目標ですよね。それと自分の利益だっていうのが一瞬でも見えたらダメだと思います。はい、もうここなんですっていうのをブレさせないために清らかな心にするわけですけども、